女子中大好きの立花が揚げぽよリサーチスタート。わ、やばい、緊張する。いかんかい、いかんかい。ちなみにこれまで1人目の成功率は 100%。 それプレッシャーやな。このお姉さんとか後ろのお姉さん、すみません、あのちょっといいですか。あの毎日放送のあげぽよ TV っていう番組なんですけど、すごい突然で申し訳ないんですけど、私とツーしてもらえないですか。お願いします。いやって言われたら嫌やわな。ダメですか。ありがとうございます。でも可愛いけどな。可愛い。可愛いの可愛い。可愛いけどそんな問題じゃない、ね。そうなんですよ。あの子可愛いけど彼がいる。そう。で、いやでもなんか彼が怖そう。すみません。ちょっとお時間よろしいですか。タイプだということで無謀にもカップルに声をかける。毎日放送のあげぽよ TV っていう番組なんですけど、あ、知ってますか。ですよね。ですよねって何の。突然なんですけど。ね、私とチューしてもらえないですか。え、俺違う思うな、今の全体的な感じ。やったー、やったー。嫌やわ、彼氏は。そうやな、ね、でももう優しいな、彼氏も。もう拉致あかんと思ったんかな。もうやっといたってっていう。綺麗な人やかな。私待ってていいですか。はい。でも確かにこれ最近関西も綺麗な人が多いねんな。多いのは多いですね。それはいいんですよ。まあドボスもおるけどさ。待ってた、すごい。うわあ、そのテンション上がってきた。続いてバス停で待っている女の子にお願いしてみると、あのすごい突然で申し訳ないんですけど、あの私とチューしてもらえないですか。ほら、かわいい。見てくれたんで。そう、それを今回京都でやることになって。そう、イン京都。よかったらぜひ、OK、うん、ですか。知ってくれてる人やってくれるのかな。楽しいなですね。あ、綺麗な人で、これも嬉しい、いい意見ですね、これは。番組の影響で女子中がアゲポヨになってきた。あ、緊張するな、行きます。初めて。バス来たけど気持ちすぐ切り替えてくれたわ、この人。バス来たよ。これ本当に広まりそう。広まるかい。広まるのかな。広まらないですよ、これ。やった。誰も見てないですから、この番組。一人も見てない。ノリに乗ってきた立花、どんどん京都の女の子の唇をゲット。Canada. Oh, can you kiss me? Can I kiss you? Sleep. Okay. Okay. Hang on. Okay, I'm ready. Okay. Face. やってくれよ。Oh, sweet, sweet. あげぽよ。やったー。やったね。というわけで。あ、やっと終わる。というわけで今回のあげぽよリサーチ結果は。62人中11人でした。あげぽよ。いやいやいや。